こんにちは。毎日着物生活十数年、木下着物研究所、木下紅子です。こちら側から失礼いたします。本日は、上級者に見える浴衣の着方をお伝えしてまいります。パッと見た時に、あ、この方着慣れてらっしゃるなって、あるいはあまり慣れてらっしゃらないのかなと思う、感じるポイントが2つあるんですけれども、1つ目が襟回り、それから2つ目がおはしょりの長さということですね。先日、襟周りのこう整え方というか、こう綺麗にする着方というのは別な動画でご紹介しているので、今日はおはしょりの長さということについてお話をしていきたいなというふうに思います。早速ちょっと浴衣を着ながらね、お話ししていきたいと思います。おはしょりの長さっていうのは、その浴衣と、それからそのお召しになられる方のご身長、それから腰ひも、腰ベルトの位置などのによって様々変わってきますね。まずはご自分の身長に対して、まあ、浴衣が大きいとか小さいとかということにもよってくるんですけれども、なので一度でこの場所でいいわというふうに決まるわけではないというふうにね、思っていただければと思います。やっぱり何度か、試してみていただければいいんじゃないかなというふうに思います。私の場合、自分の身長、それから様々幅に合わせて着物を作っています。浴衣も作っています。そういう方は腰紐、あるいは腰ベルトの位置はご自分のおへそ部分というのが一つの目安になりますね。それからご自分の身長より浴衣がちょっと大きいなとかっていうような方は、この位置が少し上に来ます。例えば今私おへそがここですけれども、もう気持ち上にしてあげる。そうするとおはしょりの長さというのが短くなります。いや、ちょっと私の身長に比べると浴衣が短いんですという方は、私今おへそに戻しましたけれども、ここより下に持ってきます。そうするとおはしょりっていうのは少し長めに出ますので、そのあたりで調整するというのが一つのポイントになります。これって一回着てみないと分かんないですよね。なのでぜひ一回実際着る前にお稽古をして、この長さというのをチェックしてみていただければというふうに思います。一つだけポイントがあります。長い場合は上に上げるのは腰ベルトでも全然問題ないんですけれども、低く位置を下げなくてはいけない場合、つまり浴衣の丈が自分の身長に比べて短いわという方の場合、この位置を少し下げてほしいということで申し上げましたけれども、この場合は腰ベルトでは絶対に位置が上がってきてしまうので、裾の、ね、丈も変わってきてしまうんですね。なので少し低めに締める場合はぜひ腰紐を使ってみてください。私はマイサイズなので、おへそのおおよそ位置ぐらいに今腰ベルトをまた移動させて持ってきました。では続きまして進んでいきますね。よいしょ。今後ろのおはしょりを整えながら、後ろの襟の抜き加減というのを決めています。で、体の前を整えていきます。1、2、3、4、4ステップ今してますけれども、これは襟周りの整え方の時にご説明してますので、よかったらそれをご覧になってみてくださいね。では襟を合わせて実際行きます。鼻、顎、喉のくぼみ、トップバストを越える、襟の動かす方向は時計の振り子のように動かします。つまりこういうふうに横に動かす。絶対前には持ってこないです。なぜかというと、今先ほど後ろの襟を決めましたよね。なのでそこから動かないようにします。で、逆側の襟も整える。鼻、顎、喉のくぼみ、トップバストを越える。そして左右対称になっているか確認をします。背中のシワを取ります。お人によっては、私今後輪ベルトでしてますけれども、お人によっては胸ひもという方もね、いらっしゃると思います。胸ひもの方の場合は、まあ、だて締めとかというのもね、使われるんじゃないでしょうか。私は前結び用の帯板を使いますけれども、お人によってはこれを使わない方もいらっしゃいますよね。私はまずこれをつけていきます。これはこの部分が伊達締めの役割も果たしているので、これを使った段階で背中のシワを取ります。今実際私は帯を締める前ですね。だいたい帯を締めたらこういう風になるんですけれども、だいたい帯を締めたこの下のだいたい指3、4本ぐらいというのがおはしょりの適正の長さになっています。まあ、しかしながら
帯を締める前にこれが長いのか短いのかっていうのを分かっておきたいですよね。なのでちょっと指標をねお伝えしていきたいなというふうに思います。だいたいこの襟合わせのところからおはしょりのこの下までがだいたい 2.5 ぐらい、手幅2つ半ぐらいというのが一つの指標です。そして腰骨の一番出ているところがありますよね。私でいうとこの辺になるんですけれども、それがだいたいおはしょりのあたりにくればいいというふうに言われています。もちろん人によって腰骨の高さとかそれぞれありますよね。なので絶対にこの腰骨の位置じゃなきゃいけないということはないんですけれども、一つの指標にできるんじゃないかなと思います。この腰骨が一つの指標になりますね。裏技として帯を締めた後に、あーちょっと長いなっていうふうに思ったら、やっぱりこういう布とかを少しこうやって中に託し込んであげると、おはしょりっていうのはこう短くなっていきますよね。そうしましたら、ちょっとしたほんのちょっと長いわと思ったら、こういうふうに帯の中に入れてあげます。結構違うなというふうに思ったら、この中に入れ込んでいくんですけれども、イメージとしてはここ今折り返しの線がありますよね。おはしょりの折り返しの線、このおはしょりの折り返しの線を上にするというイメージで、こういうふうにおはしょりを上に上げてあげる。そうすると、要は内側に託し込む。そうすると、要はこの折り返しの線の位置がさっきここだったのがこの辺になると、このおはしょりの長さが短くなるということになります。おはしょりは内側、腰ひも、あるいは腰ベルトの布があって、そこから折り返されてこういうふうにできているものなんですよね。なのでこの折り返しのポイントが上がると、自動的におはしょりの長さが短くなるということになります。一枚の布をまとっているわけですから、やっぱり止める位置によっておはしょりの長さが長くなったり短くなったりするというのは、着物の構造としてもお分かりいただきやすいんじゃないかなというふうに思います。あと、おはしょりきれいにしたいなという方は、まあおよそこの辺って空気が抜けていればきれいになるので、木綿じゃないですか浴衣って。なのでこういうふうにね、できるだけシワをこういうふうに寄せてあげて、左右に寄せて空気を抜いてあげる、そういう風に着ていただくと、おはしょりっていうのはこうぐにゃぐにゃという風になりにくいので、そのあたりもまた気をつけて着てみてください。今日はおはしょりの長さということに、対してお話しさせていただきました。ご自分の身長よりちょっと浴衣が長いな、おはしょりが長くなるなっていう風にお感じになられる方は、腰ひも、腰ベルトの位置を上げる。マイサイズの方はおへそあたりで、私の身長より短いなというふうに感じる方は、おへそよりちょっと下あたりに、この方は腰ひもで留めるようにしてみてください。おおよそなんですけれども、私のサイズで着物を作るという場合は、ここの襟の付け根、要は背中心とか背縫いっていうふうに言われる箇所がね、ここなんですけれども、ここから裾までまっすぐ縫い目に沿ってまっすぐ測ると、だいたい私は自分の身長ぐらいで着物を作っています。長いか短いかわからないという方は、襟付けのところ、背縫いのところを上から付けのところから裾まで測っていただくと、一つの基準になるんじゃないでしょうか。浴衣パッと着てみて、あ、短い長いっていう風に焦ると大変だと思います。ぜひご着用の前に、おはしょりの位置など確認していただけたら、その日着る当日は心穏やかに着られるんじゃないでしょうか。事前の準備ぜひ心がけてみてくださいね。本日のお話が面白いなとか、お役に立てたようでしたら、ぜひ高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いいたします。お着物好きのお友達がいらっしゃったら、ぜひこちらのチャンネルご紹介いただけたら嬉しいです。それではまたお会いいたしましょう。